オリジナルルアーがもらえるイベントがあります。詳細は概要欄。こんにちは、ルアーフィーバスルアラボです。はい、わこんばんは。日曜日映え映え大賞楽しいなということで。映え映え大賞間違えた。ちょっとさっき当選者の発表取り合ったけど間違えた、うんうん、日曜日、プチカフェでした。そうです。ごめんなさい。はいはい、というわけで、今週のプチカフェのお時間、一体どんなルアーを僕は紹介するのでしょうか。はい、はい。そのルアーはこちら。皆さん、わかりますよね。シーバスアングラーの皆さんなら。わかるわかる。あの浜本邦彦さんがね、うん、あのメーターつったかな、プロモーションの中で。雑誌かなんか、じゃあ、ま、それを後で言おうと思ってたのに、俺は。ああ、そういうこと。ラムタラって言って、でもこれ実はバレルなんですって言おうとは思っとったよ、俺は。ああ、そういうことね。そう、ネタバレが入ったんで、やめます。はい。はい。これは、ラムタラの、まあ、130なんですけど、うん、バデルなんですね。はいはい。まあ、オリジナルももちろん好きですよ。好き。はい。でも、やっぱりね、レンチをちょっと入れたいとかさ。うん。なんかいろんな諸事情あるじゃないですか。諸事情ね。はい、うん。なんかそういう時やっぱりバデルかなっていうところがあるんですね。そのバデルだったら何がいいんじゃいっつって思うじゃないですか。うんうん、ちょっとね、バデルはね、言ったらラムタラのウェイトチューンですね。うん、それウェイトチューンになることによって、あ、これね、どうやったっけな。ジャイアントは、うん、フローティングのジャイアントが、うん、バデル。ラムタラバジャイアント、ラムジャイバデルあるやん、うん、あれだったらスローシンキングになるはずだよね。スローシンキングやね。こいつは多分フローティングのままやったような気がするな。スローサスペンドって書いてるな。あー、よし。まあ、あ、でもスローシンキングって書いてる。あ、じゃあどっちみちそうなんや、うん、まあ一緒か。じゃあちょっとね、スローシンキングと水の中にやっぱ入りやすいんですね、うん、水により、あのドリフトでさ、ハモンさんとかやっぱりよく言うのは水に馴染ませるっていう。そうだね。まあ、ケータのピタッとかいうのも、まあ、止めるっていう別のニュアンスなのかもしれないけど、水に馴染ませる。これをね、やっぱりレンジが入って水の中に入ってくれる方が、うん、やっぱりそれは体現しやすいよね。そうだね。という意味で、やっぱりね、もう、まあ、レンジの問題ありますよ、うん。フローティングのラムタラで、やっぱり、それのレンジがアジャストする時もあるけど、うん、やっぱり1枚下の方が、食うみたいな時ももちろんあるわけで。あるね。しかもどっちかといえばランカーとかでかいのになるほど俺はそっちの傾向が強いような気が勝手にしとる。あ、なるほどね。うん。でですよ、うん、ラムタラといえばやっぱり浜本さんがね、まあ、やっぱ元祖とは言わんかもしれんけど、うん、まあ、ドリフト、うん、ドリフトミノ元祖かな、ひょっとして。ドリフトって結局誰が言い出した？分からん。ちょっとコメント欄で教えてください。確かに。まあ、俺らのイメージで言ったら ね結構あるよね。浜さんがラムタラでやっとるのがドリフトっていうイメージあるよね、うん、でもなんか深瀬釣りとかそっちの技術だったんやったっけ最初。あ、なんかそんな説ない？なんかチラッとなんかの文献でみたいな、文献のなんか普通にネットでみたいな気がするんやけど、気のせいかな。深瀬とかで塩に乗せて流していくみたいな技術の応用じゃとか、そういう話があるとかないとか。あ、そうなん？知らん。いや、なんか、わかんないです。コメント欄で誰か教えてください。なんか村岡さんがスネコン使いは深瀬釣りとか上手い人の方がとかなんか言わなかったっけ？やっぱ塩にルアーを乗せる、流れに乗せるっていう意味ではやっぱその、そういう深瀬からのあれがあるかもしれないね、うん。インスピレーションみたいなね。インスピレーションね。そう。うん、まあ、それはいいんですよ。はい。まあ、このラムタラ。これね、やっぱり見てください、このリップ角度。まあ、これはね、別にバデルやろうがのオリジナルやろうが、俺はどっちでも押したいんやけど、うん、やっぱりね、このリップの幅と角度、うん、長さっていうのがね、俺多分絶妙に水をね、掴みやすく、うん、レスポンスを良くすることによって、うん、まあ、ルアー先行だろうが、ライン先行だろうが、うん、そう、しっかりじゃないけど、ナチュラルにふわふわっと、ゆらゆらっと泳いでくれるっていう、部分のね、一役買っとんじゃないかと、うん、僕はそう考察してます。うん、はい。で、この意外とこう見たらスリムなシルエットが、うん、こう見たらアラファットじゃないですか、うん、アラファットですよ。アラファットね。で、これ、こっちから見ることってさ、うん、誰目線？
魚目線。そう、魚が下から見上げた時の見え方、はい、アングル、はい、これおろっつってさあのまあこうひらゆらとこのたまにフラッシングとかキランとかしながら、うん、まあなんかおるぞと、まず側線で感じます、うん、ビビビと、うん、なんかおるぞ、これはでも人間が巻きよんじゃない、ドリフトしてるからね、自然の流れで流されてるから、うん、これは自然のものだ、姉ちゃん姉ちゃんと思いながら、うん、でパッと見たらおやっつって、うん、意外とこいつボリュームあるやんっつって、うん、やっぱりね魚さんもいやあの、ね、1回の捕食で多くのエネルギーを取る方が効率がいいから、まあね、絶対そっちの方が好きなんよね、うん、はず、うん、まあそれはね、ちっちゃいマイクロベイトにバーンってボイルして、もう1回の運動で口いっぱいに頬張りたいっていうのもあるかもしれんけど、うん、やっぱりその一口でエネルギーをいっぱい取るっていうのはやっぱ生物の本能としては、うん、まあ合理的であり、はい、まあやりたいことやと思うんですよ、うん、ってなった時にやっぱりこのファット感いきます、いきますね。そう、細身のスリム系のミノじゃないのっつって、うん、ノーノーノーですよ、うん、あの見比べてみてください、他のミノと。まあでも最近のミノは結構いろんなミノあるんで、まあ別にどれがどうとか言わないですけど、うん、でもやっぱりなんかね特徴的ですよ、この正面から見たらなんていうの、四角形というかさ、うん、台形というかさ、台形、うん、もうちょっと下なんかさ、わかるっす、わかるっす、なんかほら流線形じゃないやん、うん、でなんかわかるよね、まあ言いたいことはわかるな、うん、でまあやけんなんかね ここもそう、こういうなんかこういう感じのレモン型というかな、うん、そういう断面じゃないんで、うん、ってことはよ、心の面もしっかりあるってことね、うん、これがやっぱり水をしっかり受けて横からのね、まあ、ドリフトイレギュラーなふらつきとか、そうドリフトがしやすいっていう要素、うん、このリップの構造とこのボディの形状、うん、これがやっぱドリフトに特化してるかなと思いますね。なるほど、うん、あれもそう、あそうごめん何も今で、うん、まあ今日はバデルなんですよ、うん、オリジナルもオリジナルで大好きなんですけど、うん、まあなんかちょっと今日の回はオリジナルとバデルごっちゃになってる感じがするけど、うん、今日はバデルの回ということでやらせてもらったんですねバデルの方がアクションがちょっと抑えめなんやろ。そう、やっぱりちょっと重たい分、うん、比重がね重たくなっとんで、うん、それで言うとそのダウンとかでも暴れすぎずっていうアドバンテージはオリジナルよりかはやっぱあるよね、うん、あとは飛距離もちょっと伸びるんかな、ね、うん、なんかどちらかというとねバデルの方がやっぱ普通のミノとしても使える、うん、案外あそういう口、そう巻きでも使う、あまあまあまあ、まあうんまあ、ラムタラも使えるっちゃ使えるけどね。そうやけどこっちの方が飛ぶし、あそういう意味で、ね、動きがそんなにこう、うん、バタバタしすぎんっていう意味で、そうバタバタよりも俺らヌメヌメ推奨派やもんねそう推奨派やけんね、ヌメってる方が好きっていう人にはバデルの方でもやっぱりこれはフローティングとは違うんで、うん、そこは覚悟してください。覚悟ね。そう、はい、フローティングミノではないよという意味で、まあ、バデルはね両方あった方がいいやっぱり。うん、あチビバデルとかもいいね。あそうだね。そう。はい。はい。なんで、まあ、これは、まあ、なんやろう、もう本当に昔からあるドリフトミノー、ランカーハントミノーと呼ばれる、うん、まあ、誰もが知ってるんじゃないかというところ、うん、ね、アピアさんの名作ですよ。はい。はい。まだ使ったことない方は、使わなきゃ、損損。シーバスツリーや。シーバスツリーやってるのに、ラムタラ使ったことないの。なぜなぜはい、大体伝わるんかなこれ、はい、では今週はここまでそれではさよなら